私は日本で韓国料理研究家として、日本の皆さんに韓国料理の魅力を伝えています。韓国の料理を習い始めたのは8年前からです。そしてそれと同時に日本の皆さんにも、習った韓国料理を、実際に私が材料を揃えて家庭で教えるというのを始めました。韓国料理の魅力というのはやっぱりこうお母さんのこう味、お母さんの手の味、トンマと呼ばれるその味、そして愛情のこもった料理だと思います。素材のこう良さを生かすのはもちろんなんですけれども、そのお母さんたちの作り出すタレ、ジャンの味、そういったものが、素材の良さをさらに引き立てているように感じています。韓国料理を作ってそれを盛り付ける器として、やはり日本のトージャギ、陶磁器よりも韓国のものに盛り付けた時の魅力がすごく大きいのが特徴だと思います。韓国料理の持つ力強さ、それを、補う、温かみのある魅力、そういったところが私はすごく韓国、陶磁器の魅力を感じています。